さあ続いて下田さん、テーマの発表をお願いいたします。はい、僕気になったのはこちらです。はい、お女性スタッフだけの便利屋さんっていう。おお、何ですか何ですか。どんな依頼にも応えてくれる女性スタッフだけの便利屋が今注目を集めています。関東を中心に全国で14店舗を展開するクライアントパートナーズは、ゴキブリ退治から家事代行、専門性の高い内容などさまざまな依頼に対応。犯罪に関するものや道徳に反するもの、性的なニュアンスを含んだものに関するもの以外は依頼が可能で、インスタに載せるための写真を一緒に撮ってほしいといった依頼も寄せられるということです。なるほど、面白いですね。そうなんですよね。なんかこの事例がやっぱりすごく面白いなと思って、はい、まあ、ちょっと注目してたんですけども、うん、なんかそもそも便利屋さんって、まあ、何でもいいよって言われたら、はい、何を頼んでいいのか分かんないところってあったりしません？わかるわかる、うん、結構やってほしいことってでもすごいプライベート空間の話だったりとかするから、ね、人に頼むのもどうかなとか思ったりとか、ね、自由度が高すぎるとちょっと分かんなくなってしまったりって人ってあるなと思ってて、でやっぱりその実例がないからみんな頼みにくいっていうだけで、まあ実例をたくさん集めたりとか公開していくことってすごくこう大事で便利なサービスになっていくなみたいなことをちょっと思ったんですね。これがあったかみたいなね。そうそう、これやってもらっていいんだ、この考え方があったかみたいな感じで、で先ほどちょっとまあ紹介されましたけども、まあこれ事例依頼例なんですけども、婚活したいけども女性とまあ付き合ったことがないので1対1で、まあ、ちょっと練習したいよとか。なるほど、なるほど、まあ、いいかもね。お客さんだから絶対冷たくされないでしょ、そう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 、きっと。そうなんですよね、うん、みたいなこともあれば、友達にまあ、その誕生日祝ってもらえないからっていうのでインスタで、まあ、先ほど言ったみたいなこと、はいはい、あとなんかこう女子会がしたいっていう依頼で、でその女子会に参加しているこの依頼主の方が実は男性で、普段は仕事とかは男性として生きてるんですけども、プライベートは女性として生きてる方で、だからまあ女性として女子会がやりたいとか、いいじゃんそれ、なんかすごくいいなと思って、でまあそのこれを見て思ったのが、やっぱりこうもう依頼とはね、もう想像力だなと思うわけですよ。すごい大事、うん、自分で設定できる力ってことですね。そうなんですよ ね、これとこれとこれがあったらって思う人がや思えるといいんですけども、なかなかそこにこう人の脳って簡単にはつなげアクセスできなくて、でなんかペットの散歩とか、まあ、部屋の掃除とかなら、まあ、そういうこととしか、はい、でしか使えないんじゃないかって思っちゃうんですけども、やっぱりこうほとんどの人何を頼んでいいのかこう想像できないっていうのがあって、何でも OK っていうのはこう逆に難しいことだなと、だからこうニッチなものっていうのはもうバン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 こう表に出していった方がいいなって思うんです。いや、だからクリエイターの人たちってすごいなって思うんですよ、うん、何もないところからこういうのを想像して、うん、いやこういうイラスト一つ撮ってもそうでしょ、誰かが、誰かが作ったものじゃなくて、ね、はいはい、これ下田さんオリジナルでしょ。そうですね、少し脳が出てるだけの少年、意味わかんないじゃん。でもそれ生み出しちゃうんだもんね、まあ、想像力でね、まあ、脳が結構好きなんですけどね、はいはい、まあ、そういうのもなんかすごく思ってて、やっぱりあのニッチな例が表に出れば出るほど、これとこれくっつけようとか、こういうの ことも頼んでいいんだをこう増やしていけるといいかなと。僕昔その実際にちょっと友達に聞いてみたんですよ、うんうん、便利屋って頼んだことあるって聞いたら、あの3人聞いたんですけども、3人中2人がもう枯らした観葉植物のもう枯れた木と土と鉢が余っててベランダにあるからそれを処分してもらった。限られすぎてるんじゃないですか。3人中2人がさっき2人が言うてたんですよ。しょうもなって。でも私もお願いしたいです。お願いしたい。でも重たいから何かね、持っていくとこがないから。僕の家にもベランダに全く同じやつ。実家とかもあるある。で頼んでいいんだとも思ったんですけども、もっとちょっとなんかこうテクニカルなものもいっぱい見たいなと思ってて、なんかこれ見て思ったのが、やっぱこういう事例を例えばライター
をちょっとあの業務の中に入れることでそれを表に出すだけでメディアにもなっていくと思うんですよ。なるほど。でそれをメディアとしてこう、あ、こういう使い方できると便利だよねっていう知っていくことで需要を生み出したりとかもできるんじゃないかなみたいなことを思ったりとか。いい視点ですね。そうですね。なんで、で、まあ、もちろんこう匿名でいたい人もいると思うんで、はい、まあ、そこは守秘義務守りつつなんですけども、記事として取り上げさせてもらえるなら 10% オフどうですかとかやるだけでまたちょっと使いたくなったりとかもあると思うし、こんな依頼考えてみてよみたいな大喜利みたいに考えてもらうとかもいいかなとか、で、まあ、そのやっぱりこう頼めることが分かりやすいってこうブランディングとして成功してるなっていうのはなんか思ったんですね。で逆にですけども僕の会社ってふざけたことしかしないみたいなプロモーション、そういうプロモーションばっかりなんですけども、逆にそういうことばっかりやってると多岐にわたる依頼が来ないんですよ。お前これしかできないだろ、でも逆に僕としてはそれ得意分野に特化してるんで、もうようこそなんで、なんかその情報の出しどころというかを縮めたり広げたりの幅でなんかブランディングって決まっていくなみたいなことをちょっと思ったりとか、そんな真面目なことを思いました。いや、すっごい大事で、トランプ次期大統領誕生怖い怖いっていうその内側は自分の中に答えがないからなんじゃないかって思うわけ。やっぱりじゃあ日本どうするのって言った時にその方向性が見えないから、いや、うちこうやる、こういう国ですからっていうふうに打ち出せるんだったら何にも恐れることないと思うんですよ。それに、でもそういうことかなと思います。いや、本当なんかいろいろなんか便利屋さんっていろいろ考えさせてくれるなって思いましたね。ありがとうございました。はい、本日オピニオンクロスは以上とさせていただきます。